どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、スターランスクレジットカードっていうのはですね、ブルームバーグのアジア版の記事で見つけましたので、本日はですねこちらちょっと面白そうだったので紹介ねしていきたいなと思います。それではですね、 ANA がね加盟しているアライアンスであるスターアライアンスっていうグループがありますよね。でこちらのね CEO のねゴー氏っていう人がですね、今後ねスターアライアンスのクレジットカードをですね発表する予定だと言ったことがね分かったんですよね。でこれはですね、もちろんねどこの国で発行されて、まあ、日本で導入されるかどうかっていうのはね全然わからないわけなんですけども、こちらね2022年中にですね発行開始になるそうなんですよね。ですのでまあ今ね5月ですけども、あとね半年ぐらい以内にはですねこちら発表されて、まあ、発行開始になるっていう風になるんですよね。いやね非常に面白いですよね。でこちらのね特徴はね、なんといっても、まあ、スターアライアンスのクレジットカードっていう風になりますんで、貯まるポイントがですね、まあこれ仮にスターアライアンスポイントっていう感じで、まあポイントが貯まったとして、このポイント制度はですね、各スターアライアンスの航空会社のマイルにね交換することができるようになっているそうなんですよね。いやーこれ面白そうですよね。でこのスターアライアンスのグループなんですけども、全部でね26社あるんですよね。ちょっとこれにね出しておきますけども、この中にはですね ANA であったり、まあ日本でね結構有名なところはユナイテッド航空とかタイ航空、あとはエアーカナダとかも日本からちょっと今は多分直行出てないと思いますけどありますよね。あとエアーチャイナとか、まあ、エーゲ航空とかね、今ねちょっと解約されちゃったんですけども、ここのエーゲ航空とかもねちょっと昔まではね非常にお得だったりしたんで、まあ、知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、あとエバー航空、シンガポール航空ですかね。まあ、ここら辺のね航空会社がまあ加盟しているねこのスターアライアンスグループなんですけども、まあこのねスターアライアンスグループのマイレージにですね、このスターアライアンスポイントがね、あのスターアライアンスクレジットカードで貯めたポイントがね交換できるっていった形になるんですよね。いやこれはね非常に楽しみですよね。今ねこういったまあスターアライアンスっていうこのアライアンスが作ってるクレジットカードっていうのはないそうなんですよね。ですんで、まあ ANA とかまあそういった航空会社がね作っているクレジットカードはねたくさんあるんですけども、このスターアライアンスが発行しているっていうクレジットカードはね今ないそうなので、まあ、非常に面白いですよね。ここにね比較的近いのはね、まあ、マリオットボンボイアメックスカードかななんていうふうに思っておりまして、まあ、マリオットボンボイアメックスカードはマリオットポイントっていうのが貯まるわけなんですけども、このマリオットポイントっていうのはですね非常に多くのね航空会社に交換することができて、40社ぐらいね交換することができるわけなんですけども、できないね航空会社も、まあ、あるわけなんですよね。ですので、まあ、今回のねこのスターアライアンスクレジットカードはですね、まあ、この26社全部のねマイレージプログラムに、まあ、交換することができるっていう風になりますんで、まあ、どういった感じになるのかね非常に楽しみですよね。まあ次に気になるところはやはりね年会費がいくらなのかっていうのと、まあ、還元率ですよね。まあ日本で発行されたら多分100円で何ポイントっていう計算にはなるかななんて思うんですけども、まあこういった時にねどんな感じの還元率になるかっていうのはですね非常に楽しみですよね。どこで発行されるとかね全然書いてないので、まあ還元率とかねそういうのは発表されてないんですけども、まあ日本でね発行されることをね非常に期待したいですよね。またねこの海外のブログだとですね、インターモーダルメンバーっていうのをですねこのスターアライアンスっていうのは追加させようとしていて、このインターモーダルっていうのはさまざまな交通機関をまあリンクさせてね、まあ便利に利用するみたいなね、まあそういった意味らしいんですけども、この航空路線があるところは飛行機で飛んで、まあそこがない路線は鉄道で飛んでみたいな、まあこれをねリンクさせて使うみたいなね、まあそういった感じらしいんですけども、まあ日本でいうとまあ ANA と JAL が提携するみたいなね、まあそんな感じなのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、こういったサービスもですねスターアライアンスは近いうちにね発表するそうなので、まあこのね海外のねブログに書いてあった記事なんで、まあ気になる方はね概要欄に載せておきますんで、まあ見たい方はですねそちらからねチェックしてみていただければななんていうふうに思うんですけども、まあこれとね関連づけるところとすると、こちらね知ってる方多いかなと思うんですけども、 ANA のね SFC っていうのはスターアライアンスゴールドがね獲得できているっていう風になりますんで、こちらねロンドンの特急だったかな、ロンドンヒースルーエクスプレスっていうね、こちらビジネスファーストクラスっていうのが
このスタイランスゴールドで保有されていると利用することができるっていう風になりますんで、まあロンドンのヒースローね、まあなかなか行く機会ないかもしれないんですけども、まあもし行く機会がありましたらですね、あ、こんな特典あったなっていう風にね、思い出していただければ、こちらね、無料で利用することがね、アップグレード料金が無料になるみたいな、そんな形なんですけども、まあ便利に使えるかなっていう風に思いますので、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、スターアライアンスのクレジットカードということで、まあその航空会社ではなくてですね、このアライアンスからクレジットカードが出るっていうのはね、非常に楽しみですよね。しかもね、2022年中に発行するっていう風になりますんで、いや、どこの国際ブランドになるんですかね。で、またね、日本に来たらね、どこが発行するんですかね。まあ、それもね、非常に楽しみですよね。まあ、正直日本に来るかどうかね、わからないので、まあ、もしね、日本に来たらね、非常に楽しそうですよね。まあ、国際ブランドね、アメックスとかになるんですかね。ちょっとわかんないですけども、アメックスのね、スカイトラベラーカードっていうのが、まあ、航空、券購入のポイントで一番強いクレジットカードだったんですけど、それも2021年中にね、新規発行終了しましたので、まあ、そういうのをね、考えると、もしかしたらね、アメックスから出るなんてこともあるかもしれないですよね。まあそしたらね、まあ逆にね、プロパーとか ANA アメックスとかね、ありますんで、まあ、そこがね、ポイント還元率がね、どうなんだっていう話もね、あると思いますんで、いや、アメックスもあるのかないのか、まあ、日本で発行あるのかないのか、ちょっとわからないですけども、まあ、こういうね、噂みたいな状態でね、話してるときはね、結構一番楽しかったりするんで、まあ、こういう記事はね、本当に好きなんですけども、まあ、もしね、思うことがありましたらですね、コメントね、いただければなと思います。いや、本当にね、還元率はね、本当に100円で1マイルね、これが最低ラインで、まあ、できればね、マリオットアメックスを超えてくるとね、本当に航空系のマイルのね、貯める、新しいメインカードにもね、なり得るかな、なんていうふうに思いますので、まあ、ちょっとね、今後、2022年中にね、発表されるそうなので、ぜひね、楽しみにしていきたいなと思います。ということで、今回の方がね、ちょっと簡単な動画になりましたけども、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。